はい、こんにちは、べイです。今回は、どんな時の Wi-Fi の通信量確認画面と、クラウド Wi-Fi 東京富士 Wi-Fi 新規受付再開についてお話しします。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日、通信障害で通信不能になったどんな時の Wi-Fi。そのまま使い放題を発し、毎月 25GB 制限に強制プラン変更無制限使い放題ってやばくね 独自に社社ランキンキグを作成するももどのの会社も壊滅状態無制限使い放題っって幻想だったのということで、Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1、どんな時も Wi-Fi データ量確認画面。2、クラウド Wi-Fi 東京新規受付再開。3、富士 Wi-Fi 新規受付再開。それでは行ってみましょう。1、どんな時も Wi-Fi データ量確認画面。 ドナなギオ Wi-Fi 公式からデータ使用量の確認方法についてアナウンスされました。ドナなギオ Wi-Fi の端末には液晶が付いていませんので、接続した端末で見るしかないんですよね。そして、今までは無制限使い放題だったので、データ使用量をそこまで意識しなくてもよかったのですが、今は 25GB 制限をかけているので、気にする必要が発生したので、この対応ですね。確認方法は公式ページに記載がありますので、そちらで確認していただいて、できたものはこちら。接続するとこんな感じで画面が出ます。 あ,あ、あと、ついでの情報ですが、25GB 制限だからって、この画面で 25GB 以い内いって確認したところで、普通に回線切れたり低速になります。自分は富士 Wi-Fi の物理シムをメインに使っているので、 切断されたら勝手にそっちに切り替えられてあまりダメージはありませんが先にどんな時も、Fi、の Wi-Fi の 25GB を使い切りたいのに切断されたり低速になるといちいちイラッとしてしまいますねえならやめればっていう意見もあるかもだけどそれでも 25GB 無料で使えるなら使いたいじゃん無料には弱いのが 人間だもの。に、クラウド Wi-Fi イ東京新規受付再開。日本政府の緊急事態宣言の発令により、予約注文の受付を一時停止させていただいております。と、アナウンスしていたクラウド Wi-Fi イ東京が、受付を再開いたしました。ただし、ご注文前に必ずご確認ください。との文章がこちら。 ドンこれからご注文いただくお客様への商品のお届けは2020年6月初旬から中旬を予定しております。入荷日時が確定しましたらメールにてご案内させていただきます。大変ご不便をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。ご利用の料金は商品のお届け日から発生いたします。とのこと。今から注文しても届くのは約1ヶ月先、入荷日時の確定でメールが来るそうですが、 なかなか先ですね。1ヶ月前に開催した第1回米主催無制限使い放題 Wi-Fi ランキングで優勝と科学面から見て一番の候補に上がるであろう無制限使い放題 Wi-Fi ですが、ここまで渡される今後も安定した通信ができるか不明な状況となると、やはり無制限使い放題の時代の終焉かとも感じてしまいますね。セカオは。3、富士 Wi-Fi 新規受付再開。使い放題プランを廃止した富士 Wi-Fi ですが、物理シムの プランの供給が3日にわたたって実施されました5月6日0時、5月7日11時、5月8日9時半とアクセスした人を早い者勝ちということだったので、3日にわたって開始の時間をバラバラにしたのは、 いろいろな人にチャンスが行くようにした配慮でしょうかね。いちいちユーザー思いですね。富士 Wi-Fi。どの回も瞬殺で完売で、登録中に混雑によってページエラーで落ちて最悪、サーバー増機をなんでしないの個人情報だけ取るなとか、暴言をちらほら見かけましたが、こんな一瞬のアクセス集中のためにサーバー対策したら基本料上がっちゃうし、個人情報だけ取る気もないと思いますけどね。抽選にしろよという意見も、まあ一理あるけど、いちいち企業側が抽選する負担が増える からこれもどううでしょうかねネット環境がなくて争奪戦に破れてイライラするのもわかるけどこの状況で物理シム供給してくれる富士 Wi-Fi に暴言を吐くんじゃなくて無制限使い放題って言ってて実現していなくてネット環境がなくなった元会社を批判するなり その根本原因になったコロナを恨むなり、そもそも人間がいるからいけないんだって、君も僕も誰かにとっては悪なのさって結論に持っていって世界をマクロに恨むっていうのはどうでしょうか何言ってんでしょうかねということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けしました。無制限使い放題の週末間の近頃。 これからどうなっていくんでしょうかね。個人的には物理シムなり光回線に逃げるべきかと思いますね。そうそう、個人的な話になってしまいますが、前回 YouTube にアップし無制限使い放題の週末感を肌で感じた第2回米主催全18社無制限使い放題 Wi-Fi ランキングの動画が個人的デイリー総再生時間の過去最高記録でした。166.6時間ということで1日24時間だから7倍なので1日中同時に7 7箇所でずっと僕が作った動画をどっかしらで見てくれてたって驚異的ですよね。見てくれた方ありがとうございます。これからも皆さんの役に立って楽しい動画を作っていきたいと思います。引き続き Wi-Fi 業界の動向を確認考察していきたいと思います。今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ではでは今日もいい日になりますように、礼でした。最後までご視聴ありがとうございました。 もしあと5分で死ぬの